んばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、タイトルにもありますがアンチコメントを読んでいきます。まずですね、青木はハードのメンタルなんで、別にアンチコメとか全くノーダメージなんですよ。ただアンチコメって見る角度によってはうわーってイラつかさせられたりとか、悲しまさせられたりとか、いろんな感情を与えてくるじゃないですか。でこの前来たアンチコメがそれらを超越しててやばいなと単純にそう思ったんで、今回あえてそれを読んで反論していきます。反論するって言ってもただなんか言い返すとかではなくて、私の考えを話すことによって今こう見てくださっている、応援してくれてる視聴者さんのみんなに、青木って普段こういう感じに考えてんだなみたいな、私の考えを知ってもらういいきっかけになるかなと思うんで、このアンチコメを逆に私は踏み台にして動画のネタにさせていただきますっていう感じで、早速ですね読んでいくんですけども、やばいっすよこれ、マジでえげつないんで早速読んでいきます。少子化さん、あなたのせいで少子化が進んで今どんな気持ち？子供作れなくて辛くないの？自分がもしあなたの立場なら自殺する。どうして自殺しないの？傲慢ですねっていう内容なんですけども、やばくない？数年間 YouTube でこうやってネットでまあ活動してるからさ、えげつないアンチコメはまあちょいちょい来るんですけども、結構すごいなと。その誹謗中傷とかもそこら辺の域を超えてるっていうか、普段だったらですよ、限度を超えたアンチコメ以外だったら私別に特定とかしようとか、もうそういうのも全くないんですけども、たまたま今回コメントくれた人のユーザーネームを私が見た時にあれと思ったんですよ。なんか捨てアカとか、まあ、そういうのではなくて活動とかしてそうな名前だなみたいな。たださ、そのコメント主のプロフィールを見るみたいな感じでポンと押してもさ、特に動画とか何もアップロードされてなかったから、あー普通にコメント専用のアカウントなんだなみたいな感じで、ただちょっと私もひねくれてるからそこで終わらなくて、普通に Google でこの人のユーザーネームで検索したら、案の定ですね Twitter が出てきました。その Twitter を見たところびっくりしたんですよ。っていうのもアカウントのプロフィールに元男の子って書いた。え？って思いません？だってこのアンチコメの文面も見るとさ、元男の子っていうか、まあまあ私に対してだと思うんですけども、元男の子的な生き方をもう全否定するような内容じゃないですか。だって送ってる張本人にも、あなたもだって性別悩んで元男の子として生きてんでしょみたいな。で私はそこで闇を感じたんですよね。たまに聞くのが、元男の子界隈でもお互いになんか足を引っ張り合う人がいるみたいな。同族嫌悪って言うんですか、どの業界っていうかどの界隈にでも同族嫌悪ってあると思うんですよ。なんか自分と似たようなやつって気に食わないっていうか、なんか蹴落としたくなるみたいな、そういう人が一定数どの界隈にもいるから、まあ元男の子界隈にいてもおかしくないと思ってて、じゃあなんでこのコメントをしてきた元男の子さんがこんなことを書いてきたかというと、まあ、あくまで私の勝手なイメージですけども、まあ、今みんな見てる私のこのチャンネルが全てではないんですよ。その元男の子っていう人の全てではないんですよ。私って、まあ、普段はこうふざけた動画とか結構出したりしてるから、あ、元男の子の人って結構明るく普通に生きていけてる人なんだみたいな感じに、まあ、初見の人からはそう思われがちだと思うんですけども、結構やっぱり世の中って広くて、なんか満足に生きることができてない元男の子さんもやっぱりいるっていうか、むしろそっちの割合の方が多いと思ってて、今まで出会ってきた元男の子さんとかも見ると、本当は女として扱われたいのに職場ではやっぱり男扱いされちゃうとか、やっぱ見た目とかもまだまだ女の人になりきれてないからっていうので結構差別されたりとかで、そういう人から見た私って多分2つに分かれるんですよ。カノンちゃんと同じように元男の子として楽しく生きていきたい人、あとはこんなに私は普段性別に苦しまさせられてんのに、カノンちゃんはその部分を動画のネタにしてお金を稼いでる最悪なやつだみたいな。ちょっと極端ですけども、今までこう活動してきて、たまにそういう元男の子から言われることもあったんで、まあ多分そうなんだろうなっていう感じなんですよ。だから分からなくはないけども、足を引っ張り合っても意味ないっていうか、そもそも元男の子の人口自体少ないのに、そんな狭いニッチな界隈で足引っ張り合ったって意味ないんじゃねって思っちゃうんですよね。なんか人にこうやって言う暇があるんだったら、自分を高めることに時間を使った方がいいんじゃないかなって思っちゃうんですよね。難しいけど。じゃあ一旦このアンチコメを送ってきた人に対しての私の反論は終わりにします。でこっからはですね、この文面に対しての私のその意見っていうかコメント返しをしていきます。でこういった
った文面って結構今までも何回かありまして、やたらと少子化はお前のせいだみたいな感じで言われるんですよ。少子化ってさ、もう国全体の話じゃないですか。だって日本ってさ1億何千万2000万2、3000万人いるじゃないですか。その中の割合の超少数だと思いますよ、こうやって性別界で生きてる人って。だそういう人に言ったところであんまり意味がないっていうか、だから一定数いるんですよ、こういう性別を変えた人のことを、なんだろう、無条件に嫌いみたいな、とりあえず嫌いだみたいないう人がいて、だそういう時に叩く理由をあえて少子化っていうワードを持ってきて叩くみたいな。別に少子化に対してそこまでその人は深刻に思ってないのに、とりあえず元男の子を叩くなんか材料としてっていうか、荒探しみたいな感じで少子化っていうワードを突きつけてくるんですけども、まあそれはまあいいとして、なんかたまにね、ほんとめちゃめちゃ長文で少子化になんちゃらかんちゃらで日本の国ながらみたいな、めっちゃ政治的なことバーって書くんですよ。だから元男の子はこの世から排除するべきだみたいな、法律で罰せよみたいな、やれ怖えなってなるんですよ。てかむしろありがとう、こんなに考えてくれてるのねみたいな感じに思えちゃうんですけども、なんで私思ったのが、このちっぽけな私のコメント欄で言ったところで別に変わんないし、世の中だったら国会とかなんかどっかに行ってこういうことを思ってるんですみたいな感じ、署名運動とかすればいいんじゃないのって私思っちゃうんですけども、ここで言うのもだってね、あんまり意味ないっすよ本当に。私だったら国会に行きますけどね、行かないけどね私は。別にもう自分のことで精一杯だから、他人にどうこうっていうのは全く、楽しく生きればいいんじゃないのっていうスタンスの人間なんで、そう思いますけどね。そして二つ目なんですけども、自殺しないんですかっていうことです。これもねめっちゃ来るんですよ。なんでカノンちゃんってこんなに不幸な生き方してるのに自殺しないの、よく生きてられるねみたいな。え、もう確かに自殺した知り合い私の周りにいっぱいいるんですよ、元男の子さんで。やっぱり世間からこう理解されないとか、なんか親から両親からとかも、まあ、知人からもう全然受け入れてもらえなくて、もう一人ぼっちでもう生きる希望がなくなったから自殺したとか、もういっぱい見てきたの。そのために私すっごい悲しくなってたんですけども、まず結論から言うと、自殺は絶対しないですね。確かに人間的な本能、オスとして生まれたからメスに求愛して子孫をいっぱい残していくみたいないう仕事は私は全然できてないっていうか、それを放棄したわけだから、多分自然界において私はダメな動物だと思うんですよ。でもあくまでこれ私の考えですよ。人間ってさ、本能だけではとどまらない生き物だと思ってて、理性とかもなんかもういろいろ抜きにして、もう自分の心のままに生きていけばいいと思うんですよ。てかむしろ性別とか関係なしになんか好きなことやればいいと思うんですよ。だってたったさ100年ですよ、100年未満かもしれないしさ、その間にさ好きなことをやらずにさ死ぬんだったら、もう好きなこととことんやって死んだ方が良くないって思って、ただ性別ってなるとやっぱりその将来に対してのすごい不安ももちろんありますよ。だって今は渡るくんっていうパートナーがいるからすごい救われてるっていうのはあるけども、実際にその元男の子って言ったらさ、普通の女性と比べたら男性から愛されにくいと思うし、女として男性を愛しても受け入れられにくいとか、あとは出産ができないとかさ、いろいろなリスクはありますよもちろん。だから完全にプライベートっていうか、一人の人間として生き方を考えた時は普通の人よりは不自由なんだろうなって思うんですけども、なんかねうまく私バランス取れてるんですよね自分の中で。っていうのも、じゃあ私がこれだとしたら、普通の人がここ、同じね、青木かのんは性別とかでまあいろいろこじらして不幸になりました、はい不幸になります。でも今この性別がこういうことになってるから、もしかしたら YouTuber やってて、で今こうやっていっぱいの人に見てもらえてるっていうので、自分の生き方を認めてもらえたみたいな感じに、視聴者さんから応援してもらうことの喜びで、こう不幸がちょっとこうなんかプラマイゼロみたいな感じで、普通の性別の方は人間としての役割は果たせると仮定して、まあこうですよね。ただ例えば仕事で何か失敗したら不幸になる、でもプライベートの恋愛とかでまあいろいろあって喜びでこうまたプラマイゼロみたいな。だから私にとっては普通の人と同じメンタルで生きていれられてるんですよ。 YouTube っていう場所があるから、なんか不幸になりっぱなしじゃなくてちゃんとバランス取れてるんですよ。まあ例えがめっちゃ難しい。よくね、元男の子界隈の中で飛び交う四文字熟語があって、承認欲求ってよく聞いたことありません？目の前の見てくれてる元男の子さん、なんか認められたい欲求みたいな。まあそれは普通の人にもあると思うんですけども、特に元男の子ってなんかすごい承認欲求強い人多いなと思ってて、なんか一人の人間として認められたいっていうか、まあ、本当だって
ったらプライベートで元男の子ですとか自分から言わないと思いますよ。だって言ったことによってなんか後ろ指さされても嫌じゃないですか。あいつオカマなんだぜみたいな感じで言われるの嫌じゃん。でも私は普通に性別を変えて生きてるだけじゃ、多分体とかいろんな事情が事情なだけにあんまり楽しくない生き方しかできないんだろうなって思ったから、ちょっと勇気振り絞って YouTube に元男の子ですって言ってカミングアウトしまくったら、なんか人がいっぱい見てくれるようになって、でだから別に不幸じゃないんですよ。 YouTube なかったら不幸かもしんないですけども、今は不幸じゃないんですよ。多分 YouTube がなくなったらまた別の自分を可愛がってあげれる手段を見つけると思うんですけども、でもそれって別に性別悩んでる悩んでないとは関係なしに普通の人にも当てはまられる話だと思うんですよね。私だけかわいそうとか、私だけ悲劇のヒロインとかじゃなくて、みんな平等だし、たまにいるんですよね、自分だけ特別だと思ってる人、勘違いしてみんな一緒だからって思っちゃう、その度に。でそうやって思うことでなんかすごい気が楽になるっていうか、みんなそれなりに悩み持ってると思うし、むしろ私みたいにこうやって性別を変えたことによる不自由さ以上にもっと不自由なことを感じてる人とかもいっぱいいるだろうし、だから別に私だけ特別じゃないんだよっていう、普通なんですよ感じですかね。だから前言ったじゃん、私が初めて歌出した時にさ、特別じゃない普通のことって、宣伝させていただきますけども、その通りなんですよ。だから自殺しない、はい、一生私は自分を可愛がる生き方をすると思います。傷ついたら傷ついたで可愛がることすれば傷は収まっていくと思うし、こうやってポジティブに生きれてるのは視聴者さんからのコメントとか本当反応があるから、こういう感じで今生きられてんだなって思うと、本当皆さんには本当に感謝してます、ありがとうございますっていう、最後は気持ち悪いこと言っちゃいましたけども、本当に思ってるんですよっていう感じでございます。なので私は自殺しません、やめてください、私はそんなに自分のこと特別だと思ってないんでっていう感じです。まあこういうコメントもいっぱい来ますけども、いちいち反応しててもキリがないんで、今日はですねこの辺で終わりにします。少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あと最近インスタグラムも更新してますので、そちらもぜひ画面の下からフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。今日ねめちゃめちゃ撮り直したんですよ。っていうのも、マイクをつけるの忘れて、せっかく30分ぐらい喋りっぱなしだったのに、声が入ってなかったっていうのを2回やってんの。だから計60分間私ずっと喋ってるから、なので声枯れてね、めっちゃ低いんですよ、今声が。っていう話でした。さよなら。常識払って今飛び出す